うことか説明してもらうからね。いや違うんだよ、本当だよ。あんた、他の女に入れ込んでるそうね。お金もつぎ込んでるみたいじゃない。いや、それはその、しかも毎日会ってるんだってね。その女のことそんなに好きだわけ？その話してるとテンションが上がるというか。本当なんだ。最低じゃない、あんた。でも実際に直接会ったことはないんだよ。だから浮気とかじゃないんだ。意味わかんないんだけど。いいわよ、あんたなんかもう知らないから。あ、待ってよ、ゆうかちゃん。すいません。あれ、ゆうかちゃんは？なよ。だって誤解なんですよ。僕はただライブチャットにハマっただけなのに。ライブチャット？はい、そうなんです。ただライブチャットしまくってただけなんです。それなのに優香ちゃん浮気してると勘違いしたみたいで。ほう。違いますよね、ライブチャットは浮気じゃないでしょ。そう思いますよね。すまんが、そのライブチャットってのを知らんから何とも言えんな。ご存知ないんですか？あんなに素晴らしいのに。ライブなチャットのことですよ。あの、チャットはわかりますよね。チャット。パソコンとかを使って会話するやつじゃねえか？おお、まさにその通りです。要はライブチャットは可愛い女の子とパソコンを通して生の会話ができるんですよ。要はキャバクラのパソコン版ってことか。まあ近いっちゃ近いですけど、楽しみ方はかなり違いますね。それにキャバクラでは楽しめないようなあんなものやこんなものも見れたり。あんなものやこんなもの、ちょっとは興味が湧いてきましたか？ああ、まあ多少はな。そうですか。なんか話してたらまたライブチャットしたくなってきちゃった。そうだ、もしよければ僕がやり方を教えるので一緒にやりましょうよ、ライブチャット。俺が？はい、この先に僕の行きつけのネットカフェがあるので、よければそこに来てください。手取り足取り教えちゃいますよ。いや、だがパソコンは苦手でな。大丈夫ですって。見たくないんですか、あんなものやこんなもの。じゃあお待ちしてますんで。それじゃあまた後で。ああ、気が向いたらな。ライブチャットか、少し興味はあるな。暇を見つけてネットカフェに顔を出してみるか。けどライザップって効果あるんだな。正直疑ってたわ。ん？
この体が効果を物語っているだろう。見ろよこのスリムボディ。お前太りまくってたもんな。すげえなライザップ。俺も入会しようかな。あ、しろよしろよ。絶対後悔しないと思うぜ。ライザップ、確か流行りのスポーツジムだったな。よし、入って話だけでも聞いてみるか。あれ？どうされました？もしかして入会希望の方ですか？ん？ああ、いや、少し話を聞きたいと思ってな。わかりました。本来は電話なので予約していただくんですが、大丈夫です。どうぞこちらへ。ああ。こちらが受付になります。ああ、悪いな。いらっしゃいませ。その、初めてなんだが。ご新規の方ですね。それではまず、当店のご説明をさせていただきます。当店は会員制の完全個室スポーツジムとなり、ご利用には入会していただく必要がございます。入会か。何か条件があるのか。はい、まずは無料カウンセリングを受けていただきます。カウンセリング結果をもとに、お客様に合ったトレーニングをこちらでご提示いたします。そちらをお客様にご覧いただき、納得いただけるようでしたらご入会いただければと。なるほど。カウンセリング結果を見て入会するかどうかを決めればいいのか。それじゃあひとまずそのカウンセリングを頼めるか。ではカウンセラーをお呼びいたしますので、あちらにお座りになってお待ちください。ああ、わかった。お待たせいたしました。私がカウンセラー兼トレーナーのマクタと申します。どうも。なんだ、あんたトレーナーだったのか。桐生一馬だ。よろしく頼む。桐生さんですか。良いお名前。そしてなかなかの筋肉ですね。いい感じに切れてますよ。これは私も負けていられませんね。おう。それではライザップについてご説明させていただきますね。ああ、頼む。まずライザップですが、完全個室のトレーニングジムとなっております。一人一人にトレーナーがつく個別指導なので、質の高いトレーニングが行えますよ。あ、担当トレーナーはチェンジ可能ですので、合わないと思ったらチェンジ OK です。ふん。もしかしたら使うかもしれんな。そして大きな特徴としては、トレーニング後に食事アドバイスがある点ですね。トレーニングはわかるが、食事にも関わってくるのか。ええ、トレーニングの一環として栄養学に基づいたアドバイスをさせていただきます。ほら、筋肉が欲しい時にタンパク質のない食事では筋肉がつきにくいでしょう。なるほど、言われてみればその通りだな。トレーニング効果を最大限に生かすには食事アドバイスは外せないのですよ。トレーニングと食事アドバイスを合わせてライズアップチャレンジ1セットとして扱います。会員になっていただくと全12セットのライズアップチャレンジを行う形となります。以上がライザップについての説明となります。なるほどな、大体理解した。さて、それではカウンセリングと参りましょうか。込み入ったことはお聞きいたしませんので、お気軽にお答えくださいね。ああ、わかった。いやー、お疲れ様でした。これにてカウンセリングも計測も終了です。桐生さん専用のメニューも組めましたので、こちらをご確認ください。ほう、なかなか良さそうじゃないか。さすがだな。いえいえ、お役に立つのが我々の務めですから。さて桐生さん、
ご入会についてはいかがなさいますか。ライザップへの入会か、どうするか。入会を頼む。ここなら質の高いトレーニングができそうだ。おお、ありがとうございます。それでは早速お手続きいたしますね。うん。ご入会ありがとうございます。改めまして、担当トレーナーとなるマクタです。ああ、これからよろしく頼む。遠慮せずに指導してくれ。はっはっは、お任せください。こう見えても私、最優秀トレーナーですので、キリュウさんの体もキレッキレの体にしてみせますよ。よろしく頼む。ではトレーニングについてご説明させていただきますね。まずトレーニングを行いたいときは、ライザップにいる私に話しかけてください。その後、行いたいトレーニングを選んで実際に体を鍛えていただきます。あ、ちなみに一度につき2種類のトレーニングを行っていただきます。わかった。トレーニングを始めるときはあんたに話しかけるんだな。はい。そしてトレーニング後は食事アドバイスがあるんですが、まあ一度に説明しても覚えるのが大変でしょうし、そちらは後ほどご説明させていただきますね。さ、それではトレーニングを始めましょう。キリュウさん、早速トレーニングされていきますか。ああ、頼む。ではトレーニングルームへ。それではキリュウさん、どのトレーニングを行いますか。こいつを頼む。かしこまりました。それでは準備いたしますね。気合い入れていきましょう。いいですね。うん、グッド。ナイス。でい、いいですね。ナイス。でい、グッド。はい、終了です。ではキリュウさん、次はどのトレーニングを行いますか。これを頼む。かしこまりました。それでは準備いたしますね。さあ始めますよ。ブリリアント。パーフェクト。素晴らしい。ふん、その調子です。ブリリアント。ふん、いいですね。その調子です。素晴らしい。 OK です。これにて本日のトレーニングは終了で、完璧じゃないですか。実に無駄のないトレーニングでした。さて次は食事アドバイスですね。キリュウさんは今の自分に最適だと思われる食事を行ってください。そして食事の際に食べたメニューの写真を私までお送りください。そちらをもとにその食事が正しいか間違っているか評価をさせていただきますので。自分で考えるのか。もっとあれを食えこれを食えと強制されるもんだと思ってたが。はっはっは。それも指導方法としてはありでしょう。ですがある程度ご自身で考えるようにならないと、ライズアップ後にリバウンドする可能性もあります。自分で正しい食事を選べる力を育てていくことも私の大切な任務だと思っているんです。お前意外とちゃんとしてるんだな。はっはっは。言ったでしょう。
こう見えても最優秀トレーナーですと。とはいえ最初は何を食べていいか皆目見当もつかないと思います。ですので私からヒントを出しますので、それを参考に正しいメニューを考えてください。わかった、やってみよう。食事に関しては登録時に教えていただいたメールにもご連絡させていただきますので。さて、それではお食事の時間です。今回おすすめのメニューですが、わかった。それでは桐生さん、頑張ってくださいね。ダメです。もっと他のものを探しに行きましょうね。やだ、私はハルカちゃんのグッズが欲しいの。ハルカだと。ハルカちゃんのグッズって言ったって、そんなのもうどこにも売ってないじゃないの。探せばきっとあるもん。ハルカちゃんのグッズがいいだもん。売ってたとしてもハルカちゃんはダメよ。あの子のお父さんは悪い人なの。そんな人の娘さんなんていい子なわけないでしょ。ママだったらもっと他の子を応援したいな。ママはハルカちゃんのお父さんに会ったことあるの？え？あるわけないでしょ。ママは会ったこともない人を勝手に悪い人だって決めつけちゃうの？もしかしたらいい人かもしれないよ。もう何を言い出すのよ。変なこと言ってママを困らせないで。そんな悪い子もう知りません。まったく、ヤクザに育てられた子がいい子なわけないでしょうに。あの子ハルカのファンだったのか。なあお前。え、な、何？お前はハルカのファンなのか。うん、そうだよ。あ、もしかしておじちゃんもはるかちゃんのファンなの？ん？ああ、そうなんだ。俺もはるかちゃんをずっと応援しててな。そうだったんだ。おじさん大人なのにはるかちゃん好きなんだ。変なの。おじさん、はるかちゃんのグッズ売ってるところ知らない？前はいっぱい売ってたのに、今はどこにも売ってないの。いや、悪いが俺も知らねえな。そっか、やっぱりはるかちゃんのお父さんがヤクザだからかな。はるかちゃんのお父さんはヤクザっていうのをしていた悪い人なんだって。だからママはそんな人の子供もきっと悪い子に決まってるって。最近ははるかちゃんの歌も聞いちゃダメって言うし。そうか、それは残念だな。ところでお前はどうしてはるかのファンになったんだ？昔ね、大阪に住んでた時にはるかちゃんが握手会をしてたの。私んちいつもお父さん仕事で引っ越ししてて友達が全然できなかったの。それでね、握手した時にどうすればお友達作れますかってはるかちゃんに聞いてみたの。はるかはなんて言ってた？
私も友達作るのはうまくないけど、笑顔でいたらきっとお友達できると思うよ。一緒に笑顔で頑張ろうって言ってくれたの。はるか、そんなこと。うん。それで頑張って笑顔でいるようにしてたら本当にお友達がたくさんできたの。もうはるかちゃんの大ファンになっちゃった。そうか、相談してよかったな。うん。おじさんははるかちゃんのどんなところが好きなの？優しいところだな。優しいところ？あいつはいつも自分より他の人のことを考えてやれる。あれがあいつの強さなんだろうな、きっと。それ私もわかる気がする。私ね、握手会が終わった後もはるかちゃんを見ていたくてずっと公園に残ってたんだ。そしたらはるかちゃん、会場のスタッフさんと一緒にお片付けしてたの。それ見てて、はるかちゃんって可愛いけどすごくかっこいいなって思った。そうか。さすがはるかだな。あれ、どうしておじさんが嬉しそうな顔してるの？そうか。変なの。はるかちゃんのこと話せて嬉しい。そうか。前ははるかちゃんのことテレビで見たり学校で話したりしてたのに、でもあのコンサートでみんな変わっちゃった。悪い人が育てた子だなんて知らなかった。もう応援しちゃいけませんってお母さんも。そうか。それでも私は元気をたくさんくれたはるかちゃんを応援したい。もうアイドルじゃないかもしれないけど、私ははるかちゃんが好きだから。そうか。はあ、でもはるかちゃんのグッズ欲しかったな。せっかくお誕生日楽しみにしてたのに。よし、俺がはるかのグッズを探してこよう。え？おじさんが？ああ、誕生日なんだろ。俺がプレゼントしてやる。本当に？ありがとう、おじさん。あ、私、あやかっていうの。おじさんは？俺は桐生だ。桐生って名字でしょ？名前を教えてよ。カズマだ。カズマさん、はるかちゃんのグッズ楽しみだな。じゃあちょっと探してくるから公園で待っててくれ。どこで買えるんだ？まずはドン・キホーテにでも行ってみるか。大抵のものは売ってるからな。しばらく寝てろ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
ああ、来ていただけましたか。準備はできているので、どうぞ。ああ、しかし、やり方がわからないんだが。大丈夫、僕が隣でバッチリ教えますから。さあ、座ってください。ライブチャットならこのサイトがおすすめですよ。そのアイコンを2回クリックしてください。アイコン、これをこうか。ええ、これでライブチャットサイトにつながりました。女の子の写真をクリックすればチャットが始まりますよ。簡単でしょ。あ、チャットは普通にキーボードで入力してエンターを押すだけで OK ですから。それができれば苦労はしねえんだが。あ、この女の子なんかいいんじゃないですかね。よし、この子だな。ええ、入室できましたね。これでライブチャット開始ですよ。簡単でしょ。こんにちは、はじめましてかな。おい、話しかけてきたぞ。大丈夫、普通のことですので。さ、キーボードを打って返答しましょう。ああ、だがこういう時はなんて打てばいいんだ。とりあえず挨拶や褒めから入ってみては。かわいいねとかプリーズとか。わかった。かわいいねと。どうだ。かわいいですか。嬉しい。おお、照れてますよ。好感触だったみたいですね。なるほどな、こうやって会話するのか。ええ、さあこの調子でガンガンチャットしていきますよ。たのしいぜと。私も楽しいよ。いやー、あなたってチャットのセンスありますね。女の子すっかりご機嫌じゃないですか。初めはどうなることかと思ったが、慣れたらなかなか楽しいもんだな。そうでしょう。ですが、ライブチャットの本当のお楽しみは。え？他にも何かあるのか。それはですね。お、来ましたよ。楽しませてくれたお礼にサービスしちゃおうかな。脱ぎ始めたぞ。おい、これどうすりゃいいんだ。これは見せてくれてるんです。ライブチャットとはそういうもんなんです。そうなのか。これがライブチャット。そうなんです。さあ、ここからが本当の始まりですよ。これはなかなか。なんと。もっと見せてって打ってみてください。もっと見せて。ワンダフォー。これは、はあ、お疲れ様でした。どうでした、ライブチャットは。楽しかったでしょ。ああ、なんというか充実した時間だったな。まあ、お前がハマったのもわからねえでもねえな。でしょう。だが、浮気じゃないにせよ、彼女を放っておいてまでやるのは賛成できねえな。実はその件についてずっと考えてたんですけど、僕一つの結論にたどり着きまして。結論？はい。
僕には彼女なんて必要ないと思うんです。え？だって彼女よりもライブチャットの方が魅力的なんですもん。そう思いません？あんなすぐ怒るヒステリー女よりチャットレディの方が100倍優しいし可愛いし、そもそも彼女がいるとチャットする時間が減っちゃいますからね。だったら最初からいない方がいいんですよ。それならチャットし放題ですよ。いや、まあそうかもしれないが。よし、今日から心機一転、これからはライブチャットと共に生きていきます。では僕はチャットしに行くので、これでまたどこかでお会いしましょう。今度会うときはチャットルームかもしれませんね。ではでは。ああ。ライブチャット。恐るべし。